こんな闇夜の野原の中を行く時は、客車の窓はみんな水族館の窓になる。乾いた電信柱の列がせわしく映っているらしい。汽車は銀河系のレールオレンズ、大きな水素のリンゴの中をかけている。リンゴの中を走っているけれども、ここは一体どこの停車場だ。枕木を焼いてこさえた作画たち、だけでできている。黄色なランプが2つつき、背高く青白い駅長の真鍮棒も見えなければ、実は駅長の影もないのだ。この大学の昆虫学の女子は、こんな射出いっぱいの液体の中で油のない赤毛をもしゃもしゃして、カバンにもたれて眠っている。私の汽車は北へ走っているはずなのに、ここでは南へかけている。焼け食いの柵はあちこち倒れ、遥かに黄色な地平線、それはビーヤの檻をよどませ、怪しい夜の陽炎と寂しいの明滅に紛れ、水色カーの水色液、恐ろしいあの水色の空虚なのだ。汽車の逆光は地球の同時な相反性。こんな寂しい幻想から私は早く浮かび上がらなければならない。そこらは青いクジャクの羽でいっぱい、真鍮の眠そうな脂肪酸に満ち、射出の5つの点灯はいよいよ冷たく液化され、考え出さなければならないこと、私は痛みや疲れからなるべく思い出そうとしない。今日の昼過ぎなら険しく光る雲の下で、全く俺たちはあの重い赤いポンプをバカのように引っ張ったりついたりした。俺はその黄色な服を着た隊長だ。だから眠いのは仕方がない。
どこへ行くともわからないその方向、どの種類の世界へ入るともしれないその道を、たった一人で寂しく通っていったろうか。草や沼やです、一本の肝です。私がそのありがたい証明の任にあたってもよろしゅうございます。加水圭さんの雲の中から
すような異教な叫び声は、宗谷海峡を越える晩は私は一晩中甲板に立ち、頭は備えなく陰湿の霧をかぶり、体は汚れた願いに満たし、そして私は本当に挑戦しよう。確かにあの時はうなずいたのだ。そしてあんなに次の朝まで胸がほとっていたくらいだから、私たちが死んだと言って泣いた後、とし子はまだまだこの世界の体を感じ、熱や痛みを離れたほのかな眠りの中で、ここで見るような夢を見ていたのかもしれない。そして私はそれらの静かな無限が次の世界へ続くため、明るいいい匂いのするものだったことを、どんなに願うかわからない。本当にその夢の中の一鎖は、看護と悲しみとに疲れて眠っていたおしげ子たちの明け方にぼんやりとして入ってきた。目かな。確かにとし子はあの明け方はまだこの世界の夢の中にいて、落ち葉の風に積み重ねられた野原を一人歩きながら、他の人のことのようにつぶやいていたのだ。そしてそのまま寂しい林の中の一匹の鳥になっただろうか。レッスリオンティーナを風に聞きながら、水の流れる暗い林の中を寂しく歌って飛んでいったろうか。やがてはそこに小さなプロペラのように音を立てて飛んできた新しい友達たちと無心の鳥の歌を歌いながら、頼りなくさまよっていったろうか。私はどうしてもそう思わない。なぜ通信が許されないのか。許されている。そして私の受け取った通信が、母が夏の看病の夜に夢見たと同じだ。どうして私はそうなの、そうと思わないのだろう。それら人の世界の夢は薄れ、暁のバラ色を空に感じ、新しく爽やかなカンカンを感じ、日光の中の煙のような薄物を感じ、輝いてほのかに笑いながら、華やかな雲や冷たい匂いの間を交錯する光の棒をよぎり、それがそのようであることに驚きながら、我らが情報と呼ぶその不可思議な方向へ、大循環の風よりも爽やかに登っていった。私はその後をさえ尋ねることができる。そこに青い静かな湖水の表を望む、あまりにもその平らかさと輝きと、未知な前半者の方法と、さめざめと光ゆすれる木々の列を正しく映すことを怪しみ、やがてはそれが天の
瑠璃の地面として心はななき紐になって流れる空の楽音、また洋楽や怪しい薄物をつけ映らずしかも静かに行き来する大きな素足の生き物たち、遠いほのかな記憶の中の花の香り、それらの中に静かに立ったろうか。あるいは俺たちの声を聞かないのじゃ。私のこんな寂しい考えはみんな夜のためにできるのだ。夜が明けて海岸へかかるなら、そして波がキラキラ光るなら、何もかもみんないいかもしれないけれど、としこの死んだことなら、それを今私が夢でないと考えて、新しくギクッとしなければならないほどの、あんまりひどい現実なのだ。感じることのあまりに新鮮に過ぎるとき、それを概念化することは気違いにならないための生物体の一つの自衛作用だけれど、いつでも守ってばかりいてはいけない。本当にあいつはここの感覚を失った後、新たにどんな感覚を得、どんな体を感じただろう。何遍これを考えたことか。昔からの多数の実験から、クシャがさっきのように言うのだ。二度とこれを繰り返してはいけない。染み渡り、それは怪しい蛍光板になって、いよいよ怪しいリンゴの匂いを発散し、滑らかに冷たい窓ガラスさえ越えてくる。
こんなような暁近くに剣石湯に入るとき。おいおい、あの顔色は少し青かったよ。黙っていろ。俺の妹の死に顔が真っ青だろうが黒かろうが、貴様にどうこう言われるか。あいつはどこへ落ちようと、もう無浄土に属しているのだ。力に満ちてそこを進む者はどんな空間にだって勇んで飛び込んでいくのだ。時期も東の鋼も光る。本当に今日の昨日の昼過ぎなら、俺たちはあの重い赤いポンプを。もう一ついいかい。ねえ、実際ね、あの時の目は白かったよ。すぐ眠りかねていたよ。まだ言っているのか。もうじき夜も明けるのに、全てあるがごとくにあり、輝くごとくに輝くもの。お前の武器やあらゆるものはお前に暗く恐ろしく、まことは楽しく明るいのだ。みんな昔からの兄弟なのだから、たった一人を祈ってはいけない。あいつが亡くなってから後の夜日、私はただの一度たりとあいつだけがいいとこに行けばいいと、そう祈りはしなかったと思います。